遠い昔、遥か彼方の国には、10代の皇帝が支配する新古都東京の繁栄した王国があった。彼は真面目な態度をとっていた。お姫様である彼の彼女に会いましょう。そして、一つ大きな悩みが、今はただの観光客だからな。彼は若くて、人懐っこくて、足が速いペンギンです。彼らがどこにいるか私に教えてほしいのよ。彼はより賢くてより強力な魔法使いよ。そして、彼は巨大な総統の七面鳥だ。今年の12月に、永遠の親友。そして、真新しいロックバンド。いいじゃないか、お前ら。そうじゃないと本当に大変なことになるぞ。パラマウントピクチャーズとコカ・コーラカンパニーから。心配しないでください、メーカー任せてください、もう安全だ。でも私たちで考えよう。アクションの全く新しいブレスから。私と私の悪い自分を見てください。ペンギンと私、2004年12月1日劇場公開間近です。はは、はは、はは。